はい、ピッピーさん、桜井さん、美月さんいらっしゃいということで。いろいろ場所を探してます。ここかな？これ。あ、ここだ。さあ、九州。ああ、なるほどね。シナリオやってようとポケモンだった。ダイヤシナリオ配信。新しいの配信されたの？うん。玉虫だと、うん。RPG は長いけど、まあ、ゆっくり、ちょっとずつやっていくよ。よいしょ。で、いろいろ攻略したんですよね。ちょっとだけね。裏で。で、まあ、レベル上げを兼ねて。そしたら、ここがね、つくんだよ。あ、そうなんだ。ちょっと待って、一旦じゃ降りて、はい。地下4階行きます。ロケット団の基地ね、ボスを除いて占領しました。占領ってか、ぶっ壊しました、全部。さあ、ボスが来た。はい、どうやってやろうか。ポケモン、ピカチュウで行くかな？とりあえずは。はい、来いや。よく来た。そう。うん。金儲けするロケット団。私がそのリーダー、榊だ。私に歯向かうなら痛い目にやってもらう。さあ、早速、まさかのボスいきなりですよ。強そう。榊が勝負してみて。いわく、あ、やべえ、相性悪い。あ、くそ、しまった。相性悪い。どうしよう、10万ボルト。でも、今。いや、効果ないんだな、やっぱり。やべえ、どうしよう。じゃ、ポケモン入れ替えるか。どうしよう。ちょっと、レベルの上が、あ、や、緑のでいこう。うい。嫌な音。あ、防御力。まあ、よしよしよし。そう、結構レベルアップしたんですよ、いろいろ。二度蹴り。いけ。おー、さあ、急所当たった。急所当たってこれ。いいね。二回当たった。防御力をただひたすらに上げても大丈夫。シャワーズでよかった。なるほど。うん、言われてみれば。冷凍でもよかった。あー、そっか。冷凍ビームあったもんね、そういえば。あー、まあいいや、レベルアップ。よし。さっきはサイホーン。このまま行こう。はい。サイホーンクリアした。じゃあ行こうか。ライトビーム。シャキーン。はい、モミさんいらっしゃい。おー、一撃かよ。冷凍ビームでよかったね。ペルシアン。このまま行こう。ノーマルタイプには、普通にこれ、二度蹴りでいけんじゃねえかな。あ、うまく決まっ、あ、よかった、ラッキー。冷凍ビームとかっこいいっつって。効果抜群。いいじゃん。ペルシアン意外となんかこう、イケメンだね。泣き声。あ、攻撃力を下げてくる。なるほど。やるね。でも無意味だ。やべえ、ボスそんなに、レベル上げしといたからそんなに苦でもなかった。うい。ぐ、そんなバカな。泣き声でまさかの。君はとても大事にポケモンを育てているな。そんな子供に私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。君とはまたどっかで戦いたいものだ。あ、なんか落ちてる。何？あ、シルフスコープやったね。これでちょっとなんか楽になりますね。さあ、一回行こう。榊さん結構あっさりやっちゃったね。はい、地下一回戻りましょう。はい、地下一回到着です。とりあえずなんかこの、シオンタウンの、あ、そこだね、そう。なんだっけ、見えるんだよね。なんだっけ、ゴーストが誰かだかわかるんだよね。そう、立ち去れで。で、どうしよう。とりあえず、ロケット団が身を引いたんだよね、これで。ということはだ。僕の、あ、ジムここ行けんじゃねえかな。ジム行こうか、先ちょっと。ジム。何ジムかによるな、でも。よいしょ。あれ？これ行けるか、これ。いけなくはない。あ、まだいるじゃん。なんだよ。普通にいるけど、ちょっとどうしよう。まず、ポケモンで、ヤイギリ。25個目、初見さんいらっしゃい。くしててね。よいしょ。こっちかな？タイプいって大丈夫。いや、多分、出てくると思うよ。ここからいけるね。よし。多分書いてあるんだよね、普通。ここに。はい、クロボンさんいらっしゃい。これは？魂、リーダーエリカ、自然を愛するお嬢様。ということは、ポケモン入れ替えて、これ、並び替えの、リザードンで行こう。行こう、行きます。実を言うと、大体倒してます。
うん。はい。よっしゃ。もう大体もう、実を言うと、レベル上げしてる途中で、エリカ様以外全員倒しちゃいました。ということで行きましょう。はーい。良いお天気ね。気持ちいい。スースー、あらいけない。寝てしまったよ。よ、寝てしまった。あ、エリカさんどうも。お花をいけるのが趣味でポケモンは草タイプばかり。言っちゃったよ。あらやだ、試合の申し込みですの？そんな、私負けませんわよ。エリカさん人気高い。言っちゃったもんね。私草ポケモンばかりって言っちゃったもん。あ、でも、あー、押したいか。俺こういう人好き。うん。和装が似合う人は基本的に好き。なんかちょっとキャラ違いね。行きましょう、リザードン。ここはね、火の粉かな？効果抜群で、おー、惜しいね。あー、やだ、締め付ける地味に。キャラ迷子とか、言っちゃって、あー、くそ！これきついんだよな、これ結構。うん。まだ続いてるで、しばらくダメージ受けちゃうからさ。うい。次の相手、エリカ様。よいしょ！まだついてる、モンジャラこれ苦手。あーしゃ、火の粉いった。うい。いいね、BGM。撃破。うい、リザードレ、ウッツドン、コーマ行こうか。うい。はい、火の粉。メガトンパンチもあんだけど、まあ、ここはとりあえず火の粉で行きたいんですね。あー、地味に嫌だ。毒だったりして、妖怪液。うー、ぐっ。うー、あ、防御力下がった。それか。切り札はあいつ、何あいつって怖い、ちょっと。はい、ウッツドン撃破。レベル32だろうが、どうってことはねえぜ。臭い花。臭い花なの。このまま行こうか。音ね、確かに。なんかこう、なんでしょう。ドット的な感じでもありつつ、またそれもいいんだよね。おっしゃ！やけど、いいね。うげえ。防御力下がるんだよな。これ溶かされてるってことなのかな。そしたら残酷だよね、ちょっと。ラフレシア。あー、なるほどね。ラフレシアってこの時いんのかな。いるはいるのか。よっしゃー！撃破！リザード一匹で行きましたよ。うん、参りましたわ。さすが殿方お強いですわ。臭い話がなるど。さ、レインボーバッチ、あざーっす。うぃー。レインボーバッチ、お、レベル50までのポケモンおとなしく言うこと聞き、ありがとう。怪力。ああ、なるほどね。使って、え、なになに？技マシン21。なに？中身は。メガドレインか。なるほどね。はいはいはい。ありがとう。じゃあちょっとこれは、はい。ポケモンで、あ、違う、やいぎり、えい。ポケモンスナップ。なるほどね。いいじゃないですか。さあ、一旦戻って。あれは何のソフトだっけ？ゲーム、64か、あれ、64か、あれ、確か。何違った？ゲームキューブではあったの？覚えてねえな。はい、嫌切りで。どんどん切っていくよ。よし！とりあえず、この玉鷲シティはクリアということで。64か。なるほどね。いろいろ懐かしいね。よいしょ。さあ、じゃあちょっとポケモン、回復していきましょうか。おい、どうもー。隣の町もこれで解放されるのかなと思うんだけど、どうしよっか。先にちょっとじゃあシルフスコープを手に入れたということなので、会いに行きますか、あの幽霊に。うん。波乗りピカチュウとかね、なるほど。おい、またご利用待ち、やめます。山吹シティ行ってみるか、じゃあ。どうしよう、どっちがいい、あ、まあ、先に、主たる目的である方へ行こうか。こっち行って、で、どうだったかな？あ、これ、本は行っちゃっていいのかな？よいしょ。これ山吹シティか、これ。次が。ここが？あ、これ山吹だ、これ。モチーフ東京、なるほどね。男のゲージマン、アームシで、はい。スーパーボール、わかりました、わかりました。はーい。あ、ポケモンセンターあって、あ、まだロケドナンいるじゃん。やっぱ封鎖されてるわ。怪しい子供は当選をすることにしてるんだ。怪しい子供って言われてもな。山吹シティもいるのかな？なんかそういうジムリーダー的なやつが。もうこの流れで行きたいんだけど、できるだけ。封鎖できません！できないんかいって。あ、ジム封鎖されてる。なんで？ここ、うい、ちょっと。俺たちに逆らうと痛い目見るぞって。いや、ボス倒したからさ。ダメなのか。先にじゃあちょっと、エスパーだよ。あ、エスパータイプの、エスパーに何が効くんだろう、わかんね。じゃあ先にちょっとじゃあ、行きましょうか、こっち。はい。この道を歩いていけば、確か、あ、ここ。あ、いや。
これ最短距離でここから行けるんだ、それは。ゴーストか。ゴーストタイプなんて持ってないな、今俺。まずいな。ちょっと相性悪い可能性がある。まあ、なんとかゴリ押すか、そこは。まあ、とりあえずちょっとここ。到着かな、これで。さあ、皆さん、トラウマ BGM 覚悟しといて。あー、怖い。行きましょう。悪タイプないんだ、この時。まだ。なるほどね。いやー。ほんとトラウマ。よいしょ。ちなみに、こいつら全員倒しておきましたね、以前。冷え怖いっつって、これどこ行けんだ、こっちじゃないな。やっぱ怖いよね、こういう、ホラーな音楽ってさ。特にこう、ゲームボーイ的な音だからこそなおさら怖い感あるよね。リメイクしても怖くなんないんじゃないかな。トラウマ BGM らしいよ、これって。やっぱり本当に。ピカチュウもトラウマ。あ、そうなの。うい。そろそろ立ちされた。あっと。来た。あ、ゴースだ。うん。ゴース。24。あ、いいね。どうしようかな。捕まえとく？やっつけといてみよう。虫タイプあるんじゃないかな。どうなんだろう。舌で舐める。うれぇ。あ、倒した。まあ、いいや。うん。ゴーストあたり出んじゃねえかなって気がするけど。うい。虫もエースパン、あ、虫か。あー、草、草？あっと。あー、でもやっぱ、あ、これさ、シルフスコープ持ってるからこそ、今見えてんのか。ゴース、その正体としてゴースが。あ、虫がなくて草だった気がする。ゆれめけー。虫がなくて臭かった。なるほど。うい。祈祷師が勝負しがってきた。ゴース。いけ、リザードン。メガトンパンチは多分効かないから、炎で。火の粉。ガスだから、いい具合に、うん。祈祷師。その祈祷は違う気がするが。やったか。うーし、急所。どうということもねえな。なるほど。720円いただきました。さあ、次行こう。立ち去れは立ち去れ、どこにいんだ？立ち去れのやつ。あ、回復ポイントがあるからよかった。捕まえてみたいな、ちょっと。24レベル、もうちょっと高いのいいんじゃねえかなって気すんだけど。ちょっとこれ逃げてみよう。祈祷者、広島投手やで。なるほどね。あって。ゴースばっか。あ、ちょっと強いな。ダメージ与えるだけ与えて、ちょっとじゃあ、はい。火の粉！でもできれば、どうせリザードンぐらい行くんだったら火の粉じゃなくてさ、捕まえ、そうだね。じゃあピカチュウ、おい、交代！行ってこい！敵のコース、ナイトヘッド。いい能力を持ってやがる。あー、目が、よう。やばい、眼球が微妙に揺さぶられたんですけど、ちょっと今。電磁波でまひらせて捕まえるよ。あ、バカ！うぅ、やっちゃった、一旦。うん。リュウさんいらっしゃい。うぅ、火炎放射早く覚えさせたいね、ちょっと。はい、道具。モンスターボール。スーパーボール。いや、どうし、モンスターボールねえな。なんで？あ、あったあったあった。モンスターボール31個。おい。電磁波音すごいね。やっぱダメか。スーパーボール使っちゃう？うん。いや、もう一回モンスターボールちょっと試してみたい。いけんじゃねえかなって気する。らし、みたいね。よーし、いったー、オッケー。うーい、いただきました。ゴース。古くなって誰も住まなくなった建物に発生するらしい。形は曖昧でガスのよう。へぇー。うい。まさきんところで転送された。で、回復と。一休みして元気になった。結界がどうこうというより単純にもう一休みしたっていうね。はい、サケ様、助けてくださいね。23？ 弱いね。悪いけど、下がってもらおうぜ。戻ろう。うい。ふふ。うん。ちょっとしんどいね、最上階まで行くとなると。あ、間違えた。ふふ。うん。一休みして元気になった。最高。おゴースト来た。いくつレベル？ 22、弱え。ふふ。一応捕まえとこう。うん。悪いけどちょっと、やっぱりね、ゴーストあたりはやっと、うわ、気持ち怖い。怖っ。怪しい光怖っ。普通に怖いんですけど、ちょっと。画面がーってなるよね。
皆さんちょっとびっくりしたでしょ。あーはーん。技が麻痺した。くそ。ギャーあーようようよう、うぶやべ。こんなん時だ。よし。おっと、いい感じにポケモン入れ替えて、ピカチュウ行こうか。破壊光線。はあ、なるほど。覚えさせられたらいいな。あー、ピカチュウ。出てきていきなり舌で舐められるという緊急事態。あー、マジか。最悪だ。すぐ麻痺すんな。電磁波。ちょ、これ何度も麻痺だとやばいから。あー、麻痺 P よりはきつい。麻痺って混乱して、おっと二重苦を回避。あとはもう大丈夫だね。で、道具。これ捕まえられるでしょ、さすがに。モンスターボール。29個。残り、まだあるよ。きついよね、麻痺混乱傘ね。もったいねえ。あっしゃ、でももっと投げるよ。画面破壊に転移ならゴーストタイプ。それは間違いねえ。ダーン！怪しい光、残念だった。もう俺は混乱してんだ。さあ、頼む。お願い。行って。ダーン！なんでダメ、ダメか。なに、ゴーストってダメな感じなの？ゴーストならいけるけど、つって。交換でゲンガー。なるほどね。うい。行って。あー、もったいない。もう仕方ない。スーパーボール使っちゃう？仕方ねえか。一応使っとこう。はい。道具で、スーパーボール。三つしかねえんだよな、もったいない。どうだ、行ってくれ、スーパーボールなだけ。あー、もったいない。おい、ふざけんな、スーパーボール高えんだぞ。ふざけんな、10個ぐらい結構かかんだから。あーやーばい。これ以上ダメージ与えられない。もう、モンスターボールで。いやー、消費が激しい。予算が、いやー、勘弁してよ。いやー、なんで全然捕まんねえんだけど。なんでここまで捕まえるの。モンスター、連打で捕まえやすくなんだっけ。うおー、行ってくれ。うーん、行け。よーし。連打で効果、ほんと連打効果ありそうだな、なんとなく。うい。ゆかりさんいらっしゃい。舐められると命を吸われる。体が震えて止まらなくなり、やがては死に至るという。やばくね。怖っ。震えが止まんなくなって死に至るんだ。グロ。舐め猫っつって。今ね、いくつだっけ。ちょうどよ、半分いったんじゃないかな。ちょうど半分ですね。四つ目取りました。レインボーバッチ。セコ、おい。怖っ。怖っ。どいてちょっと、どいてちょうだい。えい。取り憑かれておったか。そう、取り憑かれてんだ、あなた。だから、どいてくんねえかな。どいてよ。これ無理、下から行かなきゃいけないのか。そう、じゃあ今までの無駄だったな。はい。こっちから行くのか。はい、これ下にもあるのか、これ。あ、ダメだ。下で舐める人は強くねっつって、確かに。体が震えて止まんなくなっちゃうんだから。いや、ホラーですけど、そうだよね。えい。悪いね、ゴース。もう何も怖くない。26強い。もう、この時だからもう、捕まえるだけ捕まえとこうかな。はい、ヒノコ。ああ、いいじゃん、いいじゃん。はい、やけどって。うへえ。ポケゴーね、ちょくちょくやってる。そんな毎回やるわけじゃないけど、まあなんか、ちょっと暇があったら、なんか開いてみる程度の感じですね。よっしゃ。なんだろう、ゴースト、なんかもっと強いゴーストを手に入れたんで、こっちを育てた方が早い気がする。おっと、また来た。何捕まえた？あのね、これ言っていいのかな？新宿駅小田急線ホームで、あいつだ。あいつが捕まった。なんだっけ？名前が出てこないよ。ほら、御三家の草のやつ。不思議花。うん。不思議花がね、一発で出てきた。うん。そう。うん、ちょっと新宿に用が、新宿じゃねえ、赤羽か。まあ、いや、どちらにせよ東京に用があって言ってた時ね、いきなり最終進化系が出てきたから焦った俺。あ、来た。足したり、ここから足したりと。お幽霊が現れた。シルク、あ、ショータ見破った。誰？何？おガラガラ？ガラガラ、さあ強っ！
強い強い強い。火の粉。死んでくれるな？死んでくれるな？死んでっちゃ、おーっと、ナイス！ナイス！理想系だよ、理想系。うん。超いい感じになったね。よし。モンスターボール。いけ！はぁ！え、え？避けられた。こいつは捕まりそうにないぞ。え？捕まんないの？え、捕まえられないんだって。え、どうすんのこれ。え？ダメなんだこれ。避けられたっつって、避けられる手はないんだ今まで。捕まれられそうにないぞっつってるよ。倒すイベントなんだ。じゃあ仕方がない。切り裂け。仕方ない。切り裂け。よっしゃ。あー、モンスターボリック無駄になっちゃったよ。幽霊の正体は？カラカラのお母さんの玉より、あ、幽霊だから捕まえられない。なるほどね。戻った魂は無事天に登って、消えていきました。めでたしめでたし。上には何かあんの？なんか、お待ち！え、何？お、あれ？こいつだって。このじいさんうるさくて、こうして話し合ってたの。私たちを倒さなきゃじいさんは助けられないわよ。ロケット弾だね。あら、ダブルバトル？うん。武蔵と小次郎。お、ニャースだ！ニャ、さりげなく初めて見るニャースの戦闘。よし、メガトンパンチ食らわしたれ。一撃。残酷。いきなり出てきて、なんかメガトンパンチ食らわされるニャースって可愛すぎるでしょ。ということは次、ウツボットかな？順番的に来ると。うん。アーボック。毒針。あー、まずい。あー、毒った。かー、地味にやってくるじゃねえか。メガトンパンチ！ドカンと一発。うぃ。またドガスだ。そうだ。うん。なんとなくだけど、うん。超高青年小次郎、なるほど。どうだ？急所当たってこれ。毒が地味にきついな。体当たりなんだ。切り裂け！倒せるか？よーし！いただきました。うん。覚えとるよー。嫌な感じ。消えてった。飛んでったんかな？もともと坊ちゃんの小次郎。ほう。ああ、そうなんだ。嫌な感じーって消えてくる。飛んでっちゃうんだよな。逃げる。な、この人が、すいません。ちょっとこんにちは。え？あ、藤次郎人。そうです。助けに来たんだよ。でも私は何？カラカラのお母さんのガラガラの魂を慰めるために進んでこない来たんです。天に登ったぜ。うん、そうそうそう。せっかくここまで来てくれた君にお礼をしなきゃ。あ、俺？一緒にうちへ行きましょう。はい。ポケモンハウスはこのタイムフロントです。あ、やった。終了まであと5分になりました。この音楽怖いんですけど、回復させてくんねえかな、藤郎人。さて、ゆかくん、はい。ポケモン図鑑作りは大事。ポケモンに対して深い愛情がないと完成は大変難しい。はい。何？お、出た！ポケモンの笛。なるほど。ポケモンの笛を吹くとぐーぐー眠ってるポケモンでも、元気が湧いて飛び起きる。居眠りして困ったら掴みなさい。素晴らしい。豪華商品、ビッグプレゼント。応募方法は。ふん。いや。素晴らしい。これでカビゴンを起こせると。よし。ちょっとこれじゃあ、はい、回復。はい。はい、預けるよ。預からせていただきます。いえいえ。どうぞどうぞ。どうしようかな。ゴースト連れてく？一応。山崎康明曰く、筒号はカビゴン。どないなっとんねん。よし。あー、どうしようかな。一応、ゴース。いや、あ、裏でレベル上げしとこう。カビゴンで浮かさ、あー、わかる。わかるじゃないよ。やめなさいよ。どこにいんだっけ、カビゴン。下の方だっけ、この、あ、これ行き止まりか？あ、違う、下あるわ。こっから行けば。あ、そうだ、この先にいるんだ、カビゴン。ゴースト持ってった方がいい。いや、持ってった方がいいか。乗りつくね。カビゴン、なんかちょっと、そうだけどそうじゃない感が。よいしょ。ね。すぐ目覚めさせたら明日、そうだよ、ボコボコにされちゃうよ。やったんね。うん。さ、ポケモン預かりシステム。ポケモンを預けるで何預けようかな。ダグトリオ結構強い。ニドリンの預けとか。はい。預けてで、連れて行くのは代わりに。そうだな。一応じゃあちょっと早く、26レベルゴースでいきます。はい。また連れていくことにして、よろしく。
ゴーストでもいいんだけど、まあ、なんとなくレベル高い方がいいかなっていう感じで、ゴースで。終了まで。あ、そうなんだ。今、都合が33号で、山田32、ああ。銭紙もらってないの。残念。どっかでもらえる、な、もらえたとこあった気がするんだけど、なんかもらえなかったんだよね、なぜか。うい。いや、カビゴンはいるのかな？いた！使おう！終了まであと2分になりました。道具で、早速使いましょう。ポケモンの笛。増えてみた。セーブしろよ、笑。あ、セーブ忘れてた。でもいい音楽。起きる？カビゴンが目を覚ました。カビゴンが寝ぼけて襲ってくるのかい？なんか捕まえたいな、せっかくだから。すぐお目覚める。カビゴンが飛び出した。かわいい。捕まえてこうか。寝ぼけて襲ってくるカビゴンほど怖いもんはねえよ。ああ、どんなに？うん。バカな。体力全開とか？あ、これ今のチャンスじゃね？メガトンパンチで一気にダメージ与えて。攻撃外れるとかやめてよ。眠ってるのはチャンスなんだから。いけー！ FA で捕まえろーって、それは筒子をね。お、危ない！よーし！目を覚ました。やばい、一旦火の声でもやっとこうか。で、ちょっとでもダメージ与えて。終了まであと1分。おー、危ねー。ど忘れ。なるほど。特殊能力がグンドかったポケモン入れ替える、ピカチュウで、ほい。チェンジ。死んでくれるな、いきなり攻撃とか。頭突き、グーバー！ピカチュウが頭突きを食らった。危ない！危ない！電磁波だ！まひらせろ！よし。オッケー、これでカビゴンが、眠っただと？今までの努力すべて無駄になっちゃったんですけど。おい、なんだ、10万ボルト。嘘！おい、なんだこれ、強えぞ。またり、いや、どうしよっか。ゴースか？ゴースノーマル技効かねえから、ゴース行こう。下で舐める。効果がない。これきついぞ。うん。来たからそう。手を上げる。そしたら広田が行く。そして正面衝突。思わせる。どうだ？おぉ、ほんとにぶつけやがった。お、ちょっと。うわ、おいおい、マジか。うわ。うん。大丈夫か、おい。わわ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 わ。お前ら朝っぱらから騒ぎすぎだ。うわー、怖え。